9期36年務めた小林徳之町長の後任を選ぶ選挙。仙海さんが元町議同士の一騎打ちを大差で制しました。仙海さんは52歳、小林町長が後継者と指名し支持しました。小林町長は町民目線、町民に近しい関係の中で直接会ってお話を聞いたりとかしながら政策に反映していったものと、私はまあ議員務めておりましたので感じております。そういった部分 そのスタイルというんですかね、姿勢はですね、引き継いでいきたいと思っております。仙海さんは人口減少を最重要課題に挙げ、ふるさと納税の返礼品を活用した地場産業の活性化に力を入れていくとしています。